空手道基本型自由視点映像撮影シリーズ。この動画では空手道の基本となる17の型のポイントを自由視点映像撮影システムで多角的に解説していく。今回は基本型に平安五段、下段、中段、上段の交差受け、また上段に構え、相手の中段突きを誘う構えなどに特徴がある。では開始。平安五段。左腕は鍵付きの形になるが、ゆっくり行うこと。右腕は前方に振らず、最短距離で引くこと。右腕は鍵付きの形になるが、ゆっくり行うこと。左腕は前方に振らず、最短距離で引くこと。上段交差受けは手首を曲げ、手のひらを立てる。横受けなので、裏打ちのようにならないよう注意。左手は手首を曲げ、肘にかける。左足を内側に寄せて、浮き足立ちになる。この時には、左手の手首は伸ばす。下段払いは南西方向へ行う。以上、空手の極意は型にあり。空手ワールド。